会場でなんか尖ったこととか今日は言う予定あります？いや、ここからは 酒の具合によって変わってくると思うんです、はい、ボロクソ言うか、はい、何も言わずに、はい、淡々と進めるかですね。お前らさ、ホストちゃんとやれって何もならなあかんねん、そういう仕事だよ、本当に。俺山下凛に喧嘩売ってて、どういう風に思ってるか分かんないですけど、山下凛、聞いてる？今年僕は山下凛ともう一度戦って、あいつを潰して潰して潰して。西日本最大の繁華街として知られ、あまたのホストクラブがひしめき合う大阪ミナミ、そして現在ミナミの地で勢力の拡大を続けるホスト集団エースグループ。関西トップレベルのホストを揃え、多くの1000万プレイヤーを輩出。そのエースグループが2024年2月年間表彰式を開催。昨年は新たな顔ぶれも増え、名を轟かせる彼らの中で頂点に輝くのは一体？2023年の発表会が取り行われます。前年度よりも派手に仕上げたいというのもありますし、年間の場所に立ちたいっていう思わせれるような仕掛けがちゃんと打てたらいいなっていうふうに考えながらやってたので、それができているかどうかっていうところが今回重要な部分かなと思っております。ここまでエースグループの運営陣によって表彰式の会場準備が行われてきた。そうです、いつも感じられない特殊な空間でのあれなんで、みんな刺激になってもらって、来年は立ちたい、次こそはって思えるような表彰式になればなと思います。準備順調ですか？はい、順調、ギリギリですね、今年も。何時にキャストさんといらっしゃる？一応もう下の方に並んでると思います。なるほどです。準備待ちです。準備待ちです。そして間もなく式典の開始時刻が近づき、この日の主役であるキャストたちが次々と入場し始める。会場でもめちゃくちゃいいですね。関西では有名なクラブなんですけど、はい、去年からこのグループとして新たな挑戦でクラブで始めて、はい、去年よりめちゃくちゃレベルアップしてると思います。新人とかやったら距離、壇上に立つっていうのは距離遠いかもしれないんですけど、誰しもがそこから始まったってことは当たり前やし、会社側がこんだけでかいところでやるってことでナンバーの価値を上げようとしてくれてるんで、それをこう感じ取ってほしいなと思います。でもやっぱお金もらえる日っていうか、買うやろ。お金より地位名誉の方や。あ、そうです。1年間の頑張ってきた今までの証とかが多分表彰される日なんで、去年頑張ってきた子にとっては多分一番嬉しい日なんじゃないかなっていう。去年の全てがここでね発表されるんで、去年僕はめちゃめちゃ気持ちよかったですね。なんか毎年毎年やっぱレベル上がってて、運営の人たちね、本当にプレイヤーのためにここまでやっぱちょっとビシッとね表彰式締めたいなと思ってます。会場でなんか尖ったこととか今日は言う予定あります？いや、ここからは 酒の具合によって変わってくると思うんです。ボロクソ言うか、何も言わずに淡々と進めるかですね。わからん。運営スタッフそしてキャストたち両者がそれぞれの思いで挑むこの日の式典。そしてそんなエースグループの男たちが駆け抜けた1年間の集大成がついにここから発表される。市成副社長の盛大なマイクによりついに幕開けした2023年度年間表彰式。まずは全従業員での乾杯が行われ、早速ここから2023年度年間指名本数の発表が行われる。2023年、はい、グループ年間指名の発表です。2023年グループ締め本数ナンバーテンありがとうございます。僕はそうですね、アイドルの春の文字がずっとおっしゃってるように自分の価値をつけるみたいな
意識してやってて、役職外で年間入れたの僕だけだったんで、はい、とても嬉しいです。今年は1000万打って役職上がって、売り上げで年間入れるように頑張ります。ありがとうございます。おめでとうございます。2023年、はい、グループ年間指名ナンバー9に加えた愛愛やの年間ナンバーナイン、ありがとうございます。僕そうですね、今年も30になるんですよ。もう30歳になるんですけど、次世代とか新しい従業員増えていってるんですけど、まだまだ負けたくないですし、まあこの結果に満足してないんで、今年はさらに上目指してエースグループの顔になれるように頑張っていきたいと思うんで、皆さんも頑張っていきましょう。ナンバーナイン、ありがとうございます。おめでとうございます。2023年グループ年間指名ナンバー8、ナンバー8言葉が、まあ、指名本数レベル低いよと、グループに対して言って意識してくれてる人たちが多くなってくれて嬉しいなと思いました。みんな指名本数を、ね、意識して、まあ、もっと本物のホストに、ね、なってほしいなと思いました。はい、ありがとうございました。おめでとうございます。2023年グループ年間指名ナンバー7の発表です。はい、はい、はい、ナンバー7、ありがとうございます。去年の年間表彰の時に後輩の風磨がこうやって舞台立ってるのを見てすごく悔しくて、絶対来年は立ってやるぞと思って、自分の記録的には全然満足いかないんですけど、今年は売り上げでも年間立ってるように頑張っていきます。よいしょ。ありがとうございます。山田君に盛大な拍手をお願いします。2023年、はい、グループ年間指名、はい、発表です。はい、お願いします。ナンバー6行きましょう。アイドル、アイドル、チャンネル研修にやってます。皆さん声援を出してくれてありがとうございます。歓迎、おめでとう、拍手お願いします。ナンバー6、ありがとうございます。去年一回も壇上が出なくてね、初めての壇上なんですけど、今年はね、アイドルの子がここから誰が上がってくるか分かんないんですけど、まあ、僕が勝ちます。ありがとう。よいしょ。ありがとうございます。ガンフリ君に盛大な拍手をお願いします。2023年、はい、グループ年間指名ナンバー5の発表です。はい、ホッショーバッドリームアイトシュリー、よろしくお願いします。おめでとうございます。盛大な拍手をお願いください。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。あんまり一つ意識してなかったんですけど、はい、まあ、適当にやっとったら、はい、ナンバー5取れました。はい、まあ、30人、40人とかで、まあ、1人掴むっていう仕事で、まあ、そこを掴み取るっていうのも何回も繰り返しながら、おのずと売り上げの組数も伸びていくと思うんで、聞いたり大事にしてください。はい、お願いします。どうぞ。ありがとうございます。愛と主任に盛大な拍手をお願いします。グループ連携指名、はい、ナンバー4の発表です。はい、少ないかなと思ったんですよ。みんなこれからね、ナンバー3、ナンバー2、ナンバー1上がると思うんで、みんなちゃんと拍手するだけお願いします。ナンバー3ちょっと狙ってたんですけど負けちゃったんで、ちょっと悔しいなと思ってるんですけど、もっともっと頑張って決めてあげていただきます。よいしょ。よいしょ。ありがとうございます。スーちゃんに盛大な拍手お願いします。ここまで指名本数ナンバー10からナンバー4までが壇上へ上がり、それぞれの思いを言葉に残した。新たな顔ぶれも増え、新体制となりつつあるエースグループだが、ここから残されたトップ3の発表が行われる。2023年、はい、グループ年間指名ナンバー3クラレットはホッサー・アバッドリーム、はい、ナビーチームシリーズ、ナビーチーム
し、やるのは僕は去年やったこととしては睡眠時間、まあ、無駄やなと思って、毎日ソファーを寝て3時間で起きてみたいなのを繰り返して、多分ここまで来れました。去年は本当に一度もしたことなくて、はい、ちょっと解禁みたいな感じだったんですけど、はい、今日は遅刻しました、すいません、お疲れ様です。去年の年間セレモニーは、まあ、僕も本当にパイピース座ってあの先輩が歌ってるのをあの動画を撮ってたんで、まあ、その去年のセレモニーを見て、まあ、僕も、まあね、この場に立ちたいと思って、まあ、継続してやってきたので、まあ、こういう景色を、ね、この立ち位置から見れてめちゃくちゃ嬉しいっていうのが、まあ、正直な気持ちで、まあ、エースグループっていうのはレベルが高いしサポートをもう充実してると僕は思うので、まあ、これから頑張りたいという新人の子たちが本当に腐らずに継続してやってれば1年間で全部ひっくり返せるので、はい、これから頑張ってみてください。ありがとうございます。おめでとうございます。年間ナンバー2に輝いた白にセーラーショーだ。昨年のこの日、壇上へ上がるキャストをただ眺めるだけであったという白幹部補佐。しかしこの1年間でグループの歴代月間組数記録を更新し、年間指名本数ナンバー2として壇上へ上がった。そしてそんな白幹部補佐を破り、最も多くのお客様に選ばれたのはこの男だった。2023年、はい、グループ、おすごい盛り上がってきてる。いよいよお客様を連れてきてくれたランキングナンバーワンに来るじゃん。それ聞きたかった、それ聞きたかったよ。はい、歴代最高、まあ、更新できてよかったなっていう風に思います。ナンバー2のね、ハクと、一戦も一緒に超えられたことを嬉しいなって思うし、死ぬ気で、その自分の言ったことをこだわれてよかったなっていう風に思います。ナンバーワンっすよね、ヒデさん、僕、俺これでいいっすか。これでお前らさ、ホストちゃんとやれって、あの指名本数って大事やし、あんまならなあかんねん、そういう仕事だよ本当に。すごい有言実行できてよかったなって思います。去年のね、あの表彰式の時に俺山下凛に喧嘩売ってて、今年勝負しような指名本数って、どういう風に思ってるか分かんないですけど、僕は今年山下凛と勝負したいなって思ってます。山下凛聞いてる？もう覚悟をね、決めなあかんよね。今年僕は山下凛ともう一度戦って、あいつを潰して潰して潰して、山下凛を40歳までプレーさせます。ありがとうございます。ナンバーワンよいしょ。ありがとうございます。年間お客様を連れてくれてくれたランキング、いや、ナンバーワンだった。後世にセーラーレクションです。ありがとうございます。昨年は年間指名本数でナンバー2だった彼は、この1年間をひたすらに努力し、悲願のナンバーワンへとたどり着いた。そして後世総支配人による年間組数1200本超えという圧倒的な数字は、グループ歴代記録を更新することとなった。ここまで2023年度の年間指名本数のトップ10が表彰され、刺激を受ける会場のキャストたち。そして次回、ついに2023年度年間売上の王者が発表される。昨年多くのキャストが功績を残す中、最も売上を記録したキャストは一体誰だ。